作戦を説明する。何？クソ、もう来たのか。こっちはまだイプセリア撤退の混乱から完全には立ち直っていない。持ちこたえられるか。我々の任務は敵部隊の撃退だ。殲滅ではない。他の隊との足並みを揃える。深追いはするな。攻撃開始。作戦を開始する。行き着くぞ。ここで片付ける。脱走ってなんていい感じだね。訓練不足みたいな。状況が変わった。手ごわかった。引かない。ここは私が守る。敵を応戦最初に来た。防御にしてくれ。片付け。ここは私が守る。弱そう。ここで片をつける。
完了だ。このままでは全滅する。撤退しましょう。やむをえん。撤退だ。そう簡単には逃がさないんだから。よせ、深追いはするなと言ったはずだ。そうだけど。みすみす取り逃がすのかい。いやはや、平民の考えることは理解に苦しんじゃうね。作戦は終了だ。祈祷する。待ってください、アムレート。私たちへの説明が少なすぎます。いくらあなたが優秀な隊長でも横暴ではありませんか。この作戦でイプセリア国境付近に突出していた帝国軍は完全に撤退しました。さらに滞在人たちの思惑通り、中佐は帝都へと呼び戻されたのでした。ここで滞在人ヴァイオレットについて改めて語っておきましょう。彼女ともう一人の彼女について。こんばんは、レオニードさん。マルガリータ驚いたな。今君のことを考えていたんだ。私のことを嬉しい。嘘でもね。嘘なもんか。君に会いたかったんだよ、今夜は。どうしようもなく、私にもまだ月が残っていたとは、本当に驚きだ。マルガリータ。驚くのも無理ありませんね。これこそまさに歴史書には語られていないところですから。マルガリータは滞在人ヴァイオレットが使い分けた名前の一つです。滞在人ヴァイオレットはスパイ活動のために何人もの帝国将校と関係を持ち、情報を盗み出しては証拠隠滅のために殺害してきたとされていますね。さすがに希代の毒婦とまで書かれているのはやりすぎと思っていますけど。そう、彼女の名誉のためにも話しておきたいのです。彼女は将校を誰一人殺していません。むしろスパイとしては優しすぎるくらいでした。ヴァイオレットはスパイ活動で得た情報を滞在人にのみ通じる符丁で手紙にしたため送っていました。送り先は同じ軍属でもあるアムレートでした。やったな、四将が赴任とは。アバルーヌ、ユートランド以上に俺たちに意義のある場所になったな。だが誰かまではつかめていない。さすがにヴァイオレットもそこまでは踏み込めなかったか。だが朗報ではある。俺は海軍大将グスタフだと予想する。グスタフか。奴は切れた男で帝国屈指の戦術家だ。兵器を知り尽くし、その運用においても四将の中で一二を争うと言われている。確かに冬を迎えて守りを固めておこうと考えれば、こっちに持ってくることはあり得る。ギルーシュって線もあるけど、現場で確かめるしかない。頼む。ただ気になるのはアバルーネ赴任のタイミングだ。こっちが準備してる最中だからな。
ユトランドのアバルーネ侵攻を見越しているようにも思える。まさか情報が漏れている？今は戦時だ。可能性はある。軍も議会も経済界も市政のレベルでも信じられるのは俺たち5人だけだ。四将の誰が来ようとアバルーネは必ず落とす。一歩ずつ確実に皇帝へと近づくんだ。